それどころではない。あ？冒険とはいつもと違うワクワクを楽しむもの。父、全然ワクワクしてない。全身でワクワクを表現すべきだと思う。寛容なのはなりきること。楽しく愉快な父親に。この店にある衣料品、いい感じの格好になることを期待している。任せろ。ワクワクを表現とは一体何だ。最適解はあるのか。クソ、ダメだ。